はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、クソデッカーはですね、クソデッカーをなんか呼ぶ、ルイは友を呼ぶみたいなのがあるんですけども、先日ですね、私時の魔導士というガチヤバモンスターにワンキルされまして、感銘を受けまして、私作ってきました時の魔導士デッキ。これ昔俺なんか一回作った記憶あるんだけども、今回時の魔導士を使って何をやっていくかっていうと、ワンキルするかっこされるをしていこうと思います。このモンスターどういう効果かっていうとですね、時の魔術師プラス効果モンスターっていう、そういう召喚条件で作れて、で一旦一度コインを投げると、でコインを当てるんですよ、表か裏かで。当てるとフィールドモンスター全部パして、で破壊したモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受けるよと。で外れた場合はフィールドモンスター全部パした後に自分がそのダメージを受けるよっていう、だから当てたら相手にダメージ、外したら自分にダメージっていうモンスターなんですね。まあ要するにギャンブルです。はい、城之内克也で、この城之内くんの最強モンスターを使っていくにあたりまして、まあどでかいモンスターを盤面に並べていく必要があると。でどでかいモンスターをいっぱい並べるギミックは何ですかとティアラメンツなんですねで、ティアラメンツとかいう最強のティアゼロデッキをね、こういうクソデッキで紹介していくの得意なんで、まあ私の手にかかればティアラメンツもクソデッキの仲間入りということでこれほどティアラメンツクソデッキが作れるギミックも珍しいんですよね。めちゃくちゃポチ食わせますから。はい、で今回は、パンクギミックおよび、まあ、ティアラメンツギミックを使ってありえない量の墓地を肥やし、墓地リソースをたんまり使って、マジカライズフュージョンから時の魔導士を出してワンキルする、これをやっていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、世界最強ハンド来たね。世界最強かもしれないこのハンドちょっともうゾウチーとか撃たれても知らんから、もうこれ突破していくぞ。緊急テレポーター発動、ほんもない、オッケーで、とりあえず、ノッパー、セアミンを特殊召喚で、セアミンの効果を発動、セアミンの一回で、ディアノートを救出してから芝刈り打ちたいんで、両方ともディアノートが落ちるパターンがあるんでね、芝刈りで両方ともちょっとそれだけケアして、で、一旦ムドラでいいや、まあ、どっちもいいけど、うん、これでいいや。で、ノッパー、ディアノート特殊召喚、はいで、しばしばしばかりぶち込んでゆくお通るな、おいお全部通るじゃないか、もうやばい、終わるぞ、世界が終わるぞ。でも大丈夫だ、このターンで決着つけるから見てくれ、ちょっと待ってくれ。これどっから発動しない、ですね、まあ、一回キットカロス出しに行くことは確定してまして、で、スクリーム、これもう両方ともこれ破棄なんじゃない、なんか両方ともちょっと一回破棄するわ。最強なんで、あまりにも強すぎハンドなんで、ちょっと分からせることはできるんですけど、これあとサレンダーされないからケースなとはサレンダーめっちゃされそうとりあえずキトカロスは出しましょうと。はい、キトタロウ出す、でキトタロウ効果発動して、ティアラメンツ持ってきます。メイル落ちてるから、これハーフにして、じゃあシェイレンでいいね。シェイレンでいい。で、一回ルーラーかな。はい。で、ここでさらに、墓地を肥やしていくと。俺何枚ぐらい今墓地を肥やしてんだ、ちょっと墓地肥やしてる枚数、数えてないけど、この世のレベルで墓地肥やしてんだ。で、カオスルーラー効果。ディアルト効果。で、レベル、こちら、8のモンスター特殊召喚。はい。で、相手なんもないですけど、これ何ですかね、相手わかんないですよ、とりあえず。じゃあ、ヨーガナンバー特殊召喚しまして、で、ルーラー効果、サリーク、オロフク、ケルベク、ケルベク、アギト両方落ちたけどね。いや、まあ、起爆しなくても、多分大丈夫なんで、起爆しないパターンでいきましょう。起爆すると逆にね、困ったことが起きる可能性があるので、これ落ちてきて、で、ですね、こしたら、まあ、とりあえず一回エクシーズしよう。エクシーズしてヴァンパイア、はい、はいと、ほい。で、まあ、キトタロ効果発動する。メイルをね、墓地に落ちてたんで蘇生しましょう。メイル。で、メイル特殊召喚。
で、キト太郎効果チェーン1でメイルー効果チェーン2でまたこの8枚墓地こやつお前何枚墓地かしらみたいな話しちゃいますけどね。これねもうすでにもうなんか30枚ぐらい墓地してますけど、であ何も起きないか、オッケー、何も起きないか、何も起きないか、あ、シェラヒ落ちてる、問題はない。でシェイレーン発動で、シェイレーンの効果でこれハーフにスキっていいですね。でハーフにスキルで、ハーフにスキルと融合できるからハーフにスキル、わー落ち着き落ち着き、そんなに融合したくないから、そんなにはいらない、そんなにはいらないだから両方とも発動してもいいぐらいだけどな。ちょっと一回融合しよう。はい、ちょっとね、あのルートがいくつか、いくつかっていうか、まあ、固定ルート的なやつがあって、でルルカノス出すでしょ。で一回とりあえずちょっとエルフ出しますと、はいはい、こいつは一体何がしたいんだみたいなとこありますよね。あの効果破棄しまくってね。でエルフ効果、あの墓地肥やし能力が高すぎましてね、あの効果をあの使わないっていう選択肢結構あります。でですね、ベストルドを効果発動するレベルが5になって出てくる。でシンクロしましょう。で誰やねん出しましょうお前誰やみたいなモンスター出して、はいハイドサイフレームロードゼータお前誰。でシンクロフュージョンリスト効果シンクロさんになったので、デッキからフュージョンカードを手札に加えていく。で自分の墓地の白雪の効果発動する。一回エルフ邪魔なんでこれどいてもらって、でエルフとジャイアントレックスと、あとは本当に何でもいいです。マジで誰、マジで誰が出てる。でここからの白雪特殊召喚でジャイアントレックス効果発動除外されると特殊召喚できるので、特殊召喚はいはい、とでランク4でエクシーズガチで誰、クレイジーボックスで、カオスルーラー効果発動してお互いの墓地に肥やしてモンスター、あー、アダマシアか、なるほど、モンスター特殊はしません。あー、いいですよ、どうぞ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 、リバイバルゴーレムどうぞ、ご自由にどうぞ。これちなみにね、なんかね、ここでなんかヤバいやつ落ちてもね、白雪とかで強引にどかせるから、まあ、全然なんとなります。はい、でクレイジーボックスもう一枚入ってるんで、レベル4ヤバかったらレベル4のやつを特殊化するみたいなね、ことができるんで。でルーラーからのそうですね、まあ、とりあえず闇属性と光属性を除外してこれ特殊召喚しますと、はいはい。で最後にさっきサーチしたゲロヤバマジックカードをマジカライズフュージョンを発動、自分の墓地に存在する時の魔導師マジだ、時の魔術師と効果モンスターをゲームから除外し融合召喚、現れろ時の魔導師。このモンスターはコインをぶん投げて、コインが当たるとフィールドのモンスターを全部ぶっ破して、コインは当然聖一だ、全てを破壊しそのダメージを受けろ、タイムマジックツエーツッツー。ああ緊急テレポートは来てるぞ、緊急テレポートがいっちゃん強いから、世界で世界一強いこのカードが。結局ね、ティアラメンツムーブでしてもいいんですけど、ティアラメンツムーブするとちょっと若干安定感が落ちるというか、なんかその融合でモンスターをね、あの盤面に並べていくんですけど、なんか打点がちょっと足んない時あるんですよ。なんで、まあその場合は普通にティアラメンツで叩えばいいんですけど、まあ、とりあえず一回ノーパンク持ってきます。で大ガンバぶん投げます。これ一回圧縮です、圧縮圧縮、よし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 ぞ行くぜ、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、ネットワークを構築、エクシエンス召喚、クレイジーバックス、誰誰ですか、え、あ、鉄獣ですか、なるほど、モンスター特殊召喚じゃあしません、しなくてもいいです。これもしヤバかったら、ヤバいこと起きたら、相手のモンスターがね、ヤバかったら、普通に特殊召喚して、白雪で溶かすっていう動きをすればいいですね。はい。で、一旦カオスルーラーを出しましょう。さあ、光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し、カオスルーラー特殊召喚。さあ、そして、先ほど来サーチしておいた、マジカライズフュージョンを発動。
マジカライズフュージョンの効果により自分の墓地に存在する時の魔術師と、なんか効果モンスターをゲームから除外現れろ時の魔導士融合将軍時の魔導士の効果コインは当然聖地だうおー